おざす、TC スンです。さて、今回は久しぶりに BF4 をやっていこうかなと思っております。で、使っていく武器は、なんか CBJ とかいう変な SMG。あ、リロードモーション入れた方が分かりやすいかな。まあ、こんな感じのルックスしてるんですが、釘打ち機みたい。工具箱に突っ込んであってもギリ気づかなさそう。はい。これ強いんかな使ったことねえんやけど、使ったことあるかな。まあ、そんな、がっつり使ったことはないんですが、まあ、やっていきましょう。まあ、パッと見なんかルックスがねおもろそうだったんで、今回持ってきました。はい。でマップはいつものオペレーションロッカー。まあ自分の場合はね BF4 の動画撮りますよってなった時にその、まあ、ロッカーが異様に多いんだけど、さすがにサーバーがね心もとなくてね、同じマップ連打申し訳ない、待てよ頑張れ CBJ くそあ言うて惜しかったな。なんかバーベキューみたいな名前のバーベキューじゃねえよ、 BBQ じゃねえよ、 QBB かカービンかな、援護兵が使ってるってことは。ほぼノーカスタムじゃん。さっきのバーベキュー。これ大丈夫かこれ。この SMG。やっていけるのか。いや、ま、そこは BFA の愛で。カバーしよう。さあ。で、こっち裏取りが来てるけど、これ大丈夫かな。これ裏取りしてくるやつって大体手だれだから。こういうあんまりネタで使ってるような武器で相手したくないんだけど。あ、間違った。ランチャーが出したかった。なんかボット出しちゃった。で、あそこ。ちょっと SMG のレンジじゃないんで、こっちから入ってきてるやつをやりに行こう。お、盾！盾懐かしいな。BF4 の盾。はい。コードやってるとき、やってるときはもういつも見てるけど。うん。いいぞ。さあ。で、これはなんかさっき裏回ってったやつがいたような気がするけど。エコー点滅してんな。めんどくさい。はい、チャーリー行きましょうね。もうやろう。とっとく走って行きたくないわ。まあ、いやでも、大丈夫かな、これ。うん。いやでも俺、賑やかなところが好きだから。はい。で、行くわ。どうせ、これ、どん詰まりになってんだろう。任せて、こういうのはね、ランチャー一発って、であとはこのボットで突撃するんですよ。これ。はい。で、これやったら何がどうなるかっつうと、敵が後ろにはけてくれるから、味方がね、突撃しやすくなるんだよね。待ってよ。くそ。前世紀だったら一人ぐらい持っていけたんだけどな。ボットガチ勢だった頃なら。まあいいや。で、待てよ。いけるっしょ、いけるいける。気持ち気持ち。BF はギアや。特にロッカー。はい、どうも、妹も。はい、そこ。おっしゃ、二人。サティメブリくそ。なんだこいつは。湧いたのか。不定やつだ。まあいいや。じゃあちょっと、湧いてやっていきますわ。はい。これ、どうなってんだ？左行ってみ、ぬるっす。危ねえ。危ねえっていうか、なんか敵ぼーっとしてたな。まあいいや。で、こっちも来ない。めっちゃ来るやん！超タイミングがいいな、あいつ。あ、でもこれ味方に狩られたか。ポジ的に。まあいいや。じゃあここ入ってみっか。デルタだっけ、これ。デルタだよね。はい。で、エコーが案の定取られてるんで、これ、味方が。じゃあこっち敵いるんでしょ、どうしよう。あ、どうせ。はい。で、一人やって、ちょっと見えづらいぞ、サイドが。で、こっちから来てる。オッケー。あん？ほう。RPG 派か。俺は相撲派だぜ。ロケラマン。今なんか MBT ローとか持ってるけど。はい。弾速がね、いい感じなんですよ。あと精度。よっしゃ。やっていこう。で、こっちはちょっと劣勢ではないか。拠点取り返しかけてるんで、攻めたいっすね。こういうことになると、やっぱ。正面からこれ、稀に行けるから、どうする行ってみる、ね、転がってる。あ、もうさよなら。めっちゃグレー飛んでくるのな、あ、見えた。怖かったわ。はい。でもこれ、味方多いから蘇生入んねやかな。蘇生やったら神、ありがとうございます。はい。一旦逃げて、自己蘇生待機しようか。はい。おし、オッケー。なんか偉い裏取られんな。ビーコンでもあるんじゃん。で、左から足音してるが、うん。あれ、偵察兵だね。ちょっと追っかけてみようか。で、このゲームね、BF4、偵察兵だと思って、喜んで追っかけていったら、ショットガンでズドンとかやられることあるから、ちょっとまあ警戒しながらやっていきたいが、さあ、どこまで行く気だ、彼は。潜っていいだろう、よっしゃ。多分左でどうせ待ってるんでしょ、分かってるよ。あ、いらっしゃって。俺もなんか、ケツから、あ、これ防ごうか。オッケー危ない弾が切れてるもんだ。拳銃パンパンやってきたね。
で、こっちにまだできる？あ、その奥か。OK、1人。2人目こっち回ったかな。あ、いいぞ。この CBJ。段数多いからありがてえわ。これレート何倍ぐらいだ ?700 ぐらいかな。よくわかんないけど。まあ、ぼちぼち使えてますわ。ガチで使ったら多分、誰も使ってねえし。まあ、そんな強くない武器なんやろうけど。うん。まあ、リハビリで使っていく分には、反動も低くて、まあまあよろしい。OK。弾がないっすね、これ。一旦戻ろうか。いや、まあ、あ、なんか C4 投げてんね、あれ。一旦逃げよう。はい。で、こっちに味方が溜まってるんで、なんか弾置いてないっすか、どっか。敵置いてるね。敵が置かれてた。ちょっと待って、マジで弾なくなったぞ。で、奥からも敵、一旦引こうか、これ。で、こっちもなんか撃ち合ってんの？撃ち合ってるよね。大丈夫か？あ、ダメくせえよ、これ。どうせ左回ってるし。あぶね。いや、ちょっとそろそろ限界感。限界だって、ちょっと、くさ。ACWR、懐かしいな。よう使っとったよ、これも。はい、まあ次ね。こっちから来てる？拠点がやばいね。うん。BF4 に戻って早々、ご挨拶だぜ。で、こっちから行けるんかな、こんな白あったっけ、ロッカー。いや、毎度毎度この感想言ってる気がする。また、あ、タボールだ。懐かしいな、タボール。MW もでにも出てたけど、うん。じゃあ、あれも欲しい。待てよ、これやばそうだね。ふぅ。ちょっとやばいか。バカ野郎くそいいタイミングだぜ。なんだ、今の。狙ってたような。これなんだっけ？用語あったよね。なんかクラン戦で使う。あれ、なんだ、ラボだっけ？なんか名前決めてたんだよね。うん。まあ、実況、他の実況者の人のやつのパクリなんだけど、これなんだったっけな。ここだけ思い出せねえんだよね。これなんだっけ？名前。まあ、ええわ。ちょ、やっていくわ。待てよ！ちっけ。まあ、OK、OK。で、これ速報取れて、なんか規定兵所に倒して。ふぅ。あ、C4 飛んできた。さよなら。はっきりと見えたぜ。やってくれるな、C4。あ、C4 のやつも吹っ飛んでった。まあいいわ。で、ここまで押されてるんで、だいぶやばいっすね。はい。いや、大丈夫。俺はこの試合をきっちりやって。あともうおねんねや。就寝の時間や。今割ともういい時間なんやで。よし、頑張ろう。遠いよ、それは。あれ、ダメだな。ダメージ的に DMR かなんかじゃん。逃げよう。はい。で、これはこれどっち行ったらいいんだ、これ。これどっち行けと言うんだ。いつものロッカーって感じだな。で、こっちはなんか打ち合ってんね。まだ上いるの？いないか。味方の死体だけか。めっちゃヘッドスライディングするやん、死体。で、あっちになんか一人、OK。タップ打ちとか懐かしい技術で一人やって。あとは下にいるね。エイムが残念。まあいいわ。で、一人やって。で、味方も来たから速報取れたが。これどうすっかな、左行くとするじゃん。めっちゃロングやん。で、こん中は多分めっちゃ待ってるでしょ。まあ、行ってみるけどさ。まあ、ダメじゃん。はい。さあ、どうすればいいんだ、これは。うん。いや、全力で戦って。うん。待てよ。OK。なんか二人やったわ。そう。おねんねの時間に備えろという、ダイスからのお達しだ、よっしゃ。なんか、うわおそれは無理無理くそどっから何撃っとんねん、お前。12ゲージフラグ。なるほど。それ届くんだね。うん。フラグも面白いよな、ロッカーで使うと。開けたマップだとクソ弱いけど、フラグ。ロッカーで使ったらクソ面白いんだよ。はい、懐かしい。な、待て待て、落ち着け。ダメだ。俺のエイム力が落ち着いていない。よっしゃ。でもヒットポイント的アドバンテージあったからな。俺の勝利だ。よし。で、グレ投げて。まあ、でも、待ってるわ。終わるまで。終わるまで待、いや、終わるまで待つにはちょっと、時間がありすぎるか。あと50チケ。来てくんねえかな、自分から敵。あ、来てくれたわ。よっしゃ。もっといっぱい。うん。シズン寂しいよ。ちょっとしばらく待ってよ、これで。はい。さあ、いろいろあって、残りもう5チケ。俺が就寝するまでもう50チケだ。そして、JBJ、CBJ か。
よく頑張ってくれた。では、ご視聴ありがとう。終身、別れ。